愛知県の国宝犬山城で天守のシャチホコが破損したことを受け市の職員らが被害状況の調査を行いました犬山城ではおととい天守北側のシャチホコが落雷で破損したとみられています昨日犬山市や消防本部の職員らが調査に入りドローンを使って上空から城の被害の状況を確認しました 調査の結果、シャチホコはほぼ全壊していたことが分かったほか、店主の周辺でシャチホコの一部とみられる破片などが見つかりました、市ではあす以降も調査を行い、安全性が確認できるまでは、店主への一般入場を禁止するということです。